どうも木村カエラです、SMA50 周年おめでとうございます。私にとって SMA What's SMA ということですが、私にとっての SMA はこれです。全員個性的。もう私は今年でデビューして20周年を迎えるんですが、皆さん10月26日武道館あるんでぜひ遊びに来てください。20周年の記念ライブです。はい、ということで宣伝も入れさせていただきましたが、もう本当に20年近く SMA には、お世話になっているんですが、本当にですね、マネージャーさんもみんなアーティストみたいなんですよ。だから本当に変わってる人が多くって、あれ事務所ってこういう感じなんだっけって入った時当初思った思い出があります。今もやはり変わらずみんな個性的で、アーティストとすごく心が近い、友達みたいに話せるこうマネージャー陣がたくさんいて、それはすごくやっぱり SMA のいいところだなと今なお思います。ということでこれからもよろしくお願いいたします。50周年おめでとうございます。木村カエラでした。